デビー・ライアンは、アメリカ合衆国の女優、歌手、シンガーソングライター、ミュージシャン、音楽プロデューサー、監督。ライアンは1993年5月13日、米国アラバマ州ハンツビルに生まれた。クリスチャンである。彼女の父が、軍隊に入っていたため、ドイツに住んでいた。そのため、10歳で英語とドイツ語を話せるようになった。 7歳の時ドイツの米軍基地で演技を始めた。その後アメリカに10歳で帰りテキサスで育てられた。中学生の時はいじめられっ子だったという。チェイスというギタリストでボーカリストの兄がいる。最初はアイドッグやボードゲームなどのコマーシャルに出演していた。バーニーフレンズの消防署へ移行にゲスト出演し、初めてテレビ番組に出た。 カール G さんの空飛ぶ家映画プレミア2008年により、ディズニーチャンネル放送番組のディランコール・スプラウス主演、スイート・ライフ・オン・クルーズで、ベイリー・ピケットを演じ、有名になった。その他同放送局の、ウェイバリー通りのウィザードたち、シークレット・アイドル・ハン・ナモン・タナ、メッチャ、ソー・ランダム、ジーク・ルーサーなどに出演している。2008年、 メトロゴールドウィンメイヤーの長編映画ザ・ロングショッツで映画デビューを果たした。2010年にはディズニーチャンネルオリジナルムービースイート16キャンドルに願いをで主演デビューを果たした。2011年5月同放送番組の出演者が4つのチームに分かれ運動競技やゲームで競うフレンズ4チェンジゲームズでブルーチームのキャプテンとして出場した。 日本では同年9月18日から4週にわたってディズニーチャンネルで放送された。同年同放送コメディドラマシリーズジェシーで主演し監督したエピソードもある。4人の子供たちを相手にベビーシッターのジェシー役を演じている。日本では2012年9月24日から放送開始された。2012年 秘密のラジオガールで内気な高校生タラを演じている。その他、オースティンアリーと、グッドラックチャーリーの、クロスオーバーエピソードがある。アニメーションファンタジー映画、ティンカーベルと輝く羽の秘密で、声の出演をしている。2013年、音楽バンドザネバーエンディングを結成、リードボーカルを務めている。 ファースト EP であるワンは米国で2014年6月24日に発売された。2015年、ガールミーツワールドにゲスト出演した。同年夏、ガールグループフィフスハーモニーのサマーコンサートツアーのオープニングアクトをザ・ネバー・エンディングが務めることが発表された。アコースティックギター、ピアノ、キーボードなどの楽器を弾くことができる。グレーシーアワード、レッド・イット・シャイン・プレミア。 ありがとうございます。